はい、こんにちは。今日はですね、集合の要素の個数についてやっていきたいと思います。まあ、多分このジャンルで最後なんで、あと2個ぐらいですかね、これ入れて。最後なんで、もうやっていきましょう。で、まあ、集合の要素の個数って何やねんって話なんですけど、どうしようか。じゃあ、まあ、最初から見ていきましょう。集合 A って、まあ、散々今まで、なんか、こんなん書いて集合 A みたいな、やってきたじゃないですか。で、じゃあ具体的にこの A の中の個数、どんだけあんねんっていう話で、その表記の仕方、まず最初にやっていきます。まあ、やっていくっつっても、こう、集合 A の要素の個数をなんちゃって表すって話なんですけど、一般的に、この N カッコ A と表す。というのは普通です。で、この N カッコ A っていうのが、この中の個数になっていきます。まあ、僕が最初に、ね、いくつ目かな、1個目ぐらいの授業で右下にとか話しましたけど、その場合は、まあ、不集合って話だったんで、まあ、この A が右下にっていうことになると、A イコール0になりますよねっていう話です。で、これは、和集合とか補集合とか、まあ、共通部分とか、いうのでも一緒で、例えば、A と B の和集合なら、これで表しますし、まあ、補集合なら、こうやるし、共通部分なら、この3つ、こういう風にそれぞれ表しますよ、という風になってきます。で、この中身が違うだけなんで、まあ、難しく考えないでください。で、和集合、ここ書いてますけど、和集合どんなやつだったかっていうと、A と B どっちでもいいっていう話だったんで、ここ全部でしたね。から、和集合の、さっきやりましたけど、和集合の表現、こいつになります。で、和集合に関してなんですけど、まあ、ちょっと特殊というか、まあ、特殊だけじゃないんですが、表し方があって、この式。A の要素の個数と B の要素の個数から A と B の共通分、引いたものが A と B の和集合ということになります。まあ、何言ってるかわかんないと思うんで、ちょっと図で表しながらやっていきます。で、今、便宜的に、ここ。これまあ、丸1と。で、ここの A と B の共通分、ここ丸2にしておきましょう。で、ここの、ここ丸3と、それぞれ丸1、丸2、丸3って置いていきます。で、この集合 A の要素の個数っていうのは何かっていうと、これは、こっちの図でいうところの、丸1と、プラス、丸2。で、集合 B。これですね、こっち何かっていうと、丸2と丸3が合わさったもの。こことここですね。集合 B の要素の個数っていうのは。で、最後に、A と B の、共通分どこだったかっていうと、ここになるんで、結局、丸1足す丸2、足す丸2足す丸3から丸2を引くと。です。そうなると残ってくるのが、丸1足す、丸2足す、丸3と、いうことになるんで、最終的に、1、2、3、合わせたやつは A と B の和集合ということになっていきます。で、なんでこんなややこしいことするかっていうと、
まあ、もちろん、丸一、丸二、丸三、全部、それぞれ分かってればいいんですけど、まあ、基本的に、それぞれが分かってるってことはないんですね。で、どういう時が多いかっていうと、集合 A の要素の個数だけ分かってて、集合 A と集合 B と、A と B の共通分。この3つに関して、それぞれ分かってるけど、A と B のここの和集合は分かってないということは結構あります。だからそういう時にどうやって A と B の和集合を求めていくかっていう式になってます。で、まあこれちょっと分かりにくいと思うんで、自分で図を書いて、一から理解できるようにしていってください。で、次、補集合なんですけど、補集合どこだったかっていうと、集合 A の補集合は、この赤いところですよね。まあ、それ今まで散々やったと思いますけど、こっちも。まあ、こっちの方が簡単で、集合 A の補集合。さっきやったように、表現の仕方はこれになるんですけど、全体集合の、これですね、全体って。まあ、これ全部ですけど。こっから集合 A を引いてやれば、まあ、単純に補集合になりますよねっていう話です。まあ、さっきの和集合を理解できたら、こっちはすぐ理解できると思うんで、さらっと流していきます。じゃあ、具体的にどういう時に、こういうのが使えるのかと、いう話ですけど、問題入っていきます。で、1から100までの整数について考えていきましょう。まあ、1、2、3、4、5、6、点点点、98、99、100と、いうような数ですね。で、この中で3の倍数いくつあるかっていうと、まあ、単純に、100割る3で、まあ、33。まあ、1。まあ、高校生ぐらいだと甘い石とかあんま書かないと思いますけど。まあ、今は、この33っていう数字が欲しいんで、1から100までの整数、これは、整数の中の3の倍数っていうのは33個ありますよと。いうのが答えです。で、まぁ、あ、これちょっと、このカッコ1枚に関してはあんまり集合関係ないんですけど。で、まぁ、あ、一応他のやり方しとくと、3×1、3×2、3×33。まぁ、3×33 っていうのは99で、持ってる。なってなんで、ここの数字ですね。結局33個ありますよっていうので確認できると思います。で、括弧に、ここからちょっと集合っぽいんですけど、3または7の倍数はいくつあるかって話で、3または7って何だったかっていうと、さっきやった和集合の話ですよね。で、3の倍数っていうのは、カッコ1で求めたんで、まず、1から100までの整数の中に7の倍数がいくつあるかっていうのを考えていきます。さっきの、ややこしい式になるべく当てはめるように考えていきましょう。で、1から100までの整数の中に7の倍数いくつあるかっていうと、カッコ1と同じように普通に7で割ってやれば、それで出てきます。そうすると、14余り、いくつだろうか。いいか。で、ということで、7の倍数は14個あります。で、次に、3の倍数かつ7の倍数っていうのを調べたいんですね。それは何や、向こうで言うところの共通分に当たるところなんですけど、3の倍数かつ、3の倍数かつ7の倍数。つまり、21の倍数。ですよね。最小公倍数を求めたいんで。
で、結局3の倍数かつ7の倍数は21の倍数ですよ、ということになります。じゃあ、21の倍数いくつあんねんっていう話になると、4余り、84で、16ですか。で、結局、4が、1から100の中に、21の倍数は4つありますよ、ということになります。で、さっきの一番向こうの式に当てはめると、集合 A っていうのが3の倍数になっていくんで、まず33個と。で、プラス集合 B っていうのが、7の倍数で14個。で、3の倍数かつ7の倍数っていうのが4つなんで、それを引いてやれば、答えが出てきます。そうすると答えは、43個ですかね。になります。これがですね、NA プラス NB マイナス N の A プラス B。さっきのこの式ですね。に当てはめた結果、これが出てきますよ、ということになります。で、カッコ3番ラストなんですけど、21の倍数でないものはいくつあるか。じゃあ、21の倍数いくつやったかっていうと、ここにありましたね、4個。あります。で、今考えたいのは1から100までの整数についてなんで、まあ、単純に全体が100個ですよ、と。じゃあ、もう集合の時やりましたけど、21の倍数じゃないものないくつあるっていうと、100マイナス4で、96個ですよ、ということになります。で、まあ、ここまで、いろいろ集合の要素の個数について見てきましたけど、まあ、基本的に、この和集合ですね。これが一番ややこしいと思うんで、ここ重点的にやっていってください。でまあもちろん補集合についても、理解はできるように。まあそこはすぐわかると思うんですけど、できるようにしていってください。じゃあ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。